いつも大金整骨院 YouTube をご覧いただきありがとうございます。ダイエット中の池田です。本日は私といえば、体幹トレーニングということで、前回ちょっと、金井先生にかなり追い込まれたんですが、今日は、私一人で、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。今回のトレーニングは寝て仰向けで寝た状態から、やるメニューになりますので、早速やっていきたいと思います。お願いします。はい、では早速やっていきましょう。ベッドか床でやっていただくようなメニューになります。仰向けでまず寝ていただいて、体もまっすぐに伸ばしていきます。このまま伸ばした状態のまま両足を浮かして、浮かしたままかかとがお尻に、かかとがその床ですとかベッドにつかないように浮かしたままキープしていきたいと思います。結構この動きだけでも辛いんですけども、20秒ほどやっていきたいと思います。1、あれ2、池田先生3、トレーニングしてるんですか。5、6、7、呼んでくださいよ。9、あれ金井先生来ちゃったな、まずい。2、3、あ、いい、でもいいですね。5、6、掃除いいでしょ、はい、進化してるんですよ僕も。よし、20秒経ちました。じゃあちょっと金井先生、せっかくなんで、はい、ちょっと難易度の高いものをやっていただいていいですか。わかりました。先生やらないもうここからはもう僕の出番、金井先生の出番ですね。はい、10秒ちょっとやってみてもらえますか。もう僕が限界だったんで。これでですね。いや、ちょっとこれだと甘い、はい、甘いですかね。金井先生もこんなんやってみたり、はい、あ、はい、こんなんやってみたりですね、はい、あ、いいですね、もうこんなんやってみたり、あ、いいですね、あ、ありがとうございます、いいですね。池田先生、これ逆じゃないですか。いや、もうこれはもう全然こういうトレーニングもあるんですが、まあ、これはちょっとこうプロ向けなメニューになってくるので、はい、ぜひ僕がやってたのをチャレンジしてみてください。20秒やるだけでもだいぶ効果が高いと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画が良かったと思いましたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。